この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン欲しいものがきっと見つかる文具タグ企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、えー、このお客様 コメンテーターはいつも月末に来られますので間もなく11月とか <laughs> 同じことをばっかり言ってるなって思われてるのではないかなと思いますがまもなく12月です、うん、まあここのところもう本当に不思議だなという言葉をテレビなどでもよく聞きます。日本本ののコロナの感染状況、うん、本当に えもうまたえー増加するかなと思ってもなかなか増えないというこの状況は不思議ですねというコメンテーターの声よく聞きます。一体どうなってるんでしょうか。街中はずいぶん賑わってるなと錦市場を歩いてみましても観光客かなり。 先週の週末などは錦市場歩けなかったです。これは歩いたらあかんわと思って、あの市場通りに。みんな下がりましたけど。紹介して紹介。<え>コメンテーター紹介して。コメンテーター <laughs> 紹介。ない。いやいやいや。そうですね。あのではぼちぼち紹介しようかなと思います。さあ、今回はもう本当に。 いろんなことをされてますで、えー、何のためにしてはるのかなとよく考えるんです、うんうん、<laughs> これはやっぱり、えー、ご自身の考えていることをみんなに知ってほしい、うん、広げたい、うん、行動してほしい、うん、その一心で <laughs> されているのではないかなという方をご紹介しますコメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる鳩山博さんですこんにちはこんにちは やっと紹介してもらえた本当です <laughs> このまま終わるんじゃないかと思ってしまったけどいや,いや、うん、本当にそうじゃないかなと思うんですが、うん、どううでしょうかでそんなことはなくてあもやりたいことをやってるとあ<ー>、うん、もうそれだけやねもうやりたいことあこれはどう考えても誰かがやらんといかんって誰もやってなかったらじゃあやろうか、まあ、もう本当に簡単な非常に簡単な発想やねなるほど、うんうん。子供と一緒やな <laughs> 本当ですねやっぱり直感っていうか、うん、本当にあのー、その素直な心で、うんうん、これはいるなとか、うん、あのーえー、おかしいだろうと思ったら、はい、もう声を出すしあ<ー>動かなかったら自分たちでじゃあやろうか。<laughs> もう、うん、言っても誰も動いてくれないんだったら自分がやるわ、うん、というところで、はいまあ、そんなふうにしていろんなことをまあ この1年間のみならずずっと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 ,とやね <laughs> そういう畑山博さんですが、はいはい、あのどうでしょうかこのコロナの感染状況先月お越しいただいた時も日本は随分減りましたね<で>というお話し,しました。ここれどういうういとなんでしょうか世界が みんなねすごい非常に楽観的で日本ってこのまま終わるんじゃないかと思ってるかもしれないけどい<や>世界の状況を見てたらひどないよねい、はい、もうヨーロッパなんか去年よりもひどくなるかもってずっと言ってるもんね、はい、ドイツなんかでももう一日5万人超えて最高の人数に、うん、なってるでしょ、はい、で死亡者も少ないって言ってるけどやっぱり多いよねいや多いんです多い,、ね、多いんですって私が言うのもなんですがつまり早くワクチンを打ってるよね ドイツとかヨーロッパは日本よりも早くワクチンを開始してるということなの、まあ、イスラエルもそうですけど早く抗体化は下がってきてるからよくブレイクスルー感染感染した人の半分以上がワクチン2回してる人たちだもんね。だって例えば、ね、インフルエンザとかも大体10月11月になったらワクチンしていくんだけど。 三月四月のってインフルエンザの抗体ってほとんどなくなるんだよ、ね。でその頃にかかる人たちって、そうやもんなんですか。そうそういっぱいいるの。同じだ。春先ぐらいに。そう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 。だからあんまり早くすると春先のインフルエンザがもし流行が遅れたらかかるよって私たちはずっとこう言うもんね患者さんに。結構 こうあのワクチン打ったことないですが、うん、インフルエンザの,、うん、あの通常は大体どれぐらいの時期に11月ぐらい今ぐらいてまつの今ぐらいから打ち出して多分1月2月のインフルエンザその寒くなって部屋にこもって、はい、打つし出した時にかからなかったりあるいはかかっても軽く済むようにっていう効果なんですよねあれ、はい、3か月から4か月ぐらい持つからあ3 4ヶ月の効果、うん、でも春になって それでもインフルエンザー時々春に流行るけどあ、ね、もうあまり効果ないよね。ああそういうもんなんですね、うん。そういうもんなの。ワクチンってそういうもんなの。ずっと続くものもあれば、はい、なかなかそういうふうに続かないというものもあるんだよね。はい。そうすると現在の、うん、まあアメリカもそうですし、うん、あのー。 しかしまあドイツとかそれからイスラエルももういち早くすましてね2回すまして一時ねすごく良かったじゃないですかイスラエルも自由になったとかドイツはもう店も開いてるってヨーロッパイギリスももうなんか全部全部で規制取れたって言ってたけどまたでしょ日本も多分今からだと思よ。あそうそうですか。でもそのの今からってうが もうこれだけずいぶん1か月ぐらい前から人がこう動き出したという、ねうん、そういう状況がありますが広、ね、いのを見てるからやっぱり日本人って非常に真面目でワクチンも、ね、接種率もだいぶ高くなってきたしで手洗いもするしマスクもしてるんでまだだいいんだよねでもこれから多分寒くなって部屋にこもって窓を閉めて<ー>鍋をつついてってやってる間に<ー>じわっとくるんでしょうね。 なるほど。うん、まだあの比較的気温もあのそんなに寒いとまではいかなくって、うんうんま、だ換気してるでき換気ってやっぱりその必要なあの酸要素があるとしたら、うん、換気って大切なんですか。一番大事じゃないですか。ね<え>、うん、そうですか、うん。だから日本は日本人は特別だってすぐなんか言いたいそうに言っているけど。 本当にそうですよね。今日のニュースで南アフリカ共和国で変異株のデルタ株より2倍とか感染力の強い変異株が見つかったとこれは要注意の株だというお話がありましたがニュースがありましたがということはやっぱり。 感染をを広げないといととうことは、うん、変異ウイルスはどん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 人に感染している間にどん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 変異していくからね、はい、でコロナっていうのは実は変異をしてもそれを修復して元に戻すっていう酵素があるんだよね<え>コ,ロコロナ自身にコロナ自身持ってるのだからコロナウイルスって、はい、え他のウイルスよりも変異しづらいって言ってるんでかっていうと、うん、コピーミスコピーあのなんかコロナの元々の原本があって、はい、DNA があって、えー、それをこうコピーした時にときに あのミスが起こるとミスが起こると変異していくから <A> ミスが起こらないようにそれを直すようなところを自分で持っているのがコロナウイルスの特徴なのであそうなんですか、うん、でもやっぱりそれでもこれだけ変わっていくからねそういう働きがあるんですねもうどん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 もう進んでコロナはコピーミスを起こしづらいだからあんまり変異しないって言われてるんだけど、はい、それだけこうやってしていくし うん、でも、してる間に、前にも言いましたけど、してる間にどんどん強くなってしまったら、宿主である人を殺してしまうから、自分が増えれなくなりますよね。だから本当はだんだん弱くなっていって、感染はするけど、弱くなっていって、宿主を殺さなくて、自分が増えれるのがウイルスは一番いいんだもんね。まあ、そうですね。仲間を増やすというところなんですが、うんうん、そのまあ、えっ、ー、と、アメリカとか、それからヨーロッパの状況はおっしゃったような。うんうんうん 原因であろうというところですが、まあ韓国は日本よりあの接種がこう二回接種遅かったと思うんですが、日本の方がさっきいやでも韓国の方が八割ぐらいしてるから接種率高いんだよ。はい。うん。でも韓国日本に比べたらだいぶ寒いからね。ああ。早くから部屋にこもるようになるよね。そういうことですね。それからえっと行動宣言を緩和あのしたというところがもうちょっともうちょっと遅けば 日本がしたから一緒にしてしまうみたいな感じがあったと思なるほね。やっぱりそういうところはちゃんと理由はあるというとたぶんあるんだと思うよ。前にも言ったけどコロナウイルスって大体4か月でおっしゃってま見てると4か月中期だと。それが手洗いによるものなのかマスクによるものなのかついたてによるのかわからないけど大体4か月で言ってるよね。今本当にこう ゼロコロナじゃないけど非常に少なくなったけどここからどうかだよね。そうですね。うん、あの前のその四ヶ月周期の山は八月ぐらいですか。うん、ですもんね。そうすると八九十十一もうそろそろなくなって次の山に向かって今から増えるかどうかだけど多分もし増えるとするとやっぱ北海道から来る可能性が高いよね。はい、それ寒く,く,寒くって換気が悪い状況が。 で換気が悪い状態でう。はい、あの普通こう北海道からっていう都会じゃないのかというふうについつい思いがちですが、うん、やっぱりそういう換気をイメージしていただくとやっぱり原因がそこにあるんだという証拠が本来、ねね、北海道とか札幌の人数がメルクマールというか、はい、そのね指標になるかもしれない、ね、ああそうですか、うん、こう

やっぱり日本人真面目だっておっしゃいましたが、うん、本当にみんなみんんなしてるもんね,ねすごいよね。 あの外国っていうか欧米ではなかなかそうはいかないなとマスクしろとかワクチンしろとかワクチン証明しろって言った時に暴動が起こってるしねオランダとかすごいよね、はい、そうですよね <laughs> 日本はそうではないですねやっぱりそうなんですかね、うんまあ、そうすると神様がご褒美を、ね、ずっとくれたら嬉しいですね本当ですね。うん さあ、あそしてですね、うん、このアダチ福祉会、はい、この京都子ども託食プロジェクトをスタートして2年だった。2> 2うん、そして、うん、この京都創造者大賞、創造者賞を受賞して、賞受賞式が先日あったんですか、はいはい。行ってきました。私代表して。はい、もうもうなんかでもすごい大きなね。なはい、ちょうど15年目らしい、15回目って言ってましたからね。 これね,ね京都市と京都府と、はい、まあマスコミ各社と商工会議所がやってるんだけどあの、ね、受賞する企業どんな企業かというと京都ブランドのイメージを上げるあるいはその京都という都市の格を上げるような活動とか企業に対して表彰するっていうもの,のだそういう格をあこの子ども宅職そのね貧困なあるいはその生活が非常に苦しい家庭への 子どもたちにた食べ物を持っていくって活動が京都ブランドのイメージを上げるとは思わないから、京都の都市としての過去を上げるとして評価されたというのはすごいなと思うよ。おお、それがやっぱり都市の意味というか、うん、そうそうそう。都市というのはね、うん、もう見,見た目だけが綺麗じゃなくて、はい、困った子たちにも困った人たちにはみんなでこう助け合えるっていうの、京都はすごいなっていうイメージの一つだもんね。そこを評価し、そのテーマというか切り口で。うん この着色が評価されたこと自体がすごく意味があるという、ね。そんなほとんど医療系とか社会福祉系でもらうのは初めてって言われた。そうですよね。あのパッとこう考えると、と違う違う,違う全然違う。違ううん、だから <laughs> 今回それに対してこうあのねたった初めて2年の企業をね<ー>表彰してくれること自体がまあ京<ー>都って。 変わっっててるなってなると京都はすごいなって思っそれをやっぱり価値あるものとして評価してくれたというところが、うんうん、京都市も京都府もなかなかやるやんねそうですかしかしですねその受賞のコメントでなんか、うん。うん <laughs> そうそう結構貧しく語ったよ貧しく痛いっていうことをおっしゃったと聞きましたが、<laughs> うん、どんなコメントをされたんでしょうか？うね、あ四分でプレゼント自分たちの活動はこんなもんですってプレゼンはするんだよね。はい、それはねあのもうその熱く語ったのよかったの。で、はい、予定じゃないもらった時にあの受賞に関して何かコメントありますかってぷいって言われたもんで、はい、おっと思ったんだけどいやまあそこでこう出てきたのがいやまあ。 門川市長は市長選の時にねあの、まあ、子育て環境を日本一を目指すと京都はって言って市長になったと。はい、で西脇知事は少子化対策は一丁目一番地って言って知事になったと、はいまあ、私の後ろにいるんですよ2人とも<ー>壇上にいて、うん。つまり京都っていうねあっちはねもちろん観光もそうだし産業もそうだけどやっぱ少子化対策子育て支援をやるとそういうじゃこれを会社に例えると。 京都っていう株式会社に例えると私たちはね子育て支援あの少子化対策もう本当にあのベンチャーだと、うん、社内ベンチャー京都から出た社内ベンチャーでスタートアップ企業、うん、でこれに対して親会社が十分熱い手厚い支援が欲しいなってでもそれは京都市京都府のことですよ、ね、に対して親会社どっちが父とどっちが母は言わないですけどね<ー>親会社からそ,そういうの欲しいなってでも コロナ対策とか、予算が非常に厳しいんで。なかなか支援が得られないんで、ここは民間の皆さんのね、協力が欲しいですって言ったらね。はい、笑いが起きた。笑いが起きた。そして。うん。その後、ね。西脇知事や。うん。角川市長は。ね、うん、親が頼りなくてすいませんって言われた。<laughs> 裏では。<laughs> おお<ー>。<laughs> いやいや、こちらこそ、口がちょっと滑りましたって言っておきましたけどね。<laughs> この場を借りて。はい。 普段思っていることを、を普段思っていること、いや思ってないこと言ってしまったんです。そうですか。うん、まあ、釘組さしたっていうか。まあ、で,もで,でもね、はいいや、私ね、あの全国で始まったんだよ。二年前、三年前に東京の文京区で始まって。はい、で、二年前から全国でこの拓殖、子供拓殖をしようと。うというのは、アウトリーチ型で持っていきますよね。はい、あの子供食堂って、日本中に今三千円から四千円ぐらいあるって言われてるけど。 コロナだからおいでってことはできない、はい、でも宅職は持っていくんだから、ええ、あの全然おいでじゃなくて人が集まらないんで、はい、これこっちの方がコロナの中ではいいなってことになったんで全国で始まったんだけどやっぱりなかなか人がいないとか予算がないとかずいぶんエネルギーがいりますよねやることがいっぱいあります、うん、だから一回とみんな苦戦してるの そそれはそうだと思いますでも京都だけこの2年の間に私たちが伏見で始めた時は88家庭だったけど今も500家庭超えましたからね、はい、でこれ山科とか東山がもう来年度に今年度の終わり来年のね初めにこう始まると1000家庭ぐらいになると思うんだよね伏見で始まって中京区,、うん、中業区北区でやっても今山科で準備をしてるし次はその東山でも準備してる。でその間に 亀岡も始まったし、<あ>向こう氏も一緒にやりたいって言ってきてるから、ねーはい、ずーっと広がっていってるの。そうです、ね、周りからすると、なんで京都だっけって言われるのね。いやー、あのそうだと思います。うん、一個一個がやっぱり、うん、一地域だけでもやることいっぱいあって大変ですよね。なかなかあの状況を拝見してますと、うん、それがこう広がりを見せるっていうのは、すごいよね、これはどういうことなんですか、うん。まずはね、スタッフそういうね。 スタッフが、自分もし手伝える、手伝いたいって言ってくれる人たちがいっぱいいるっていうことが一つ。すごい。京都ってやっぱすごいよね。やっぱり大学、若い方がたくさんいるっていうことも、結構。力になりますね。もちろん。でも、そうだけじゃなくて、はい、お年を取って、例えば、ロータリークラブとか。ライオンズクラブとかで。七十歳。七十 <laughs> <laughs> 歳ぐらいの人たちも、手伝いに来てくれて、はい、ずっと、そう、台車をして、荷物をこう入れていってくれるの。 あ、おこれやりたかったんですみたいに言ってくれるからありがとうだしそうですか、うん、はいそれがすごいなと思うんですがここ2年というとやっぱりコロナ禍と言われる中で、うん、みんなそんなにあの潤沢っていうか個人も非常に苦しいのにあのお金を寄付してくれる例えばね月々3,000円とか5,000円を寄付してくれる人もいれば、はい、会社で年間その 一千万寄付しました。一千万寄付するみたいに。そういうそれは年間ですか。うん、年間一千万の寄付しますって会社も出てくるわけよ。あ<ー>うんとかそのほら十万円をねみんなに国民みんなに十万ク一律配りました、ねはい、あの十万円をポイッと寄付してくれる人もいるし、はい、今銀行にいるんだけど。 えと「これからお金振り込みたいんで振り込み先教えてくれ」って「振り込み詐欺じゃないですよね」みたいな話の人もいる、はい、おばあちゃん電話してきて。であの電話は「電話と住所教えてください」ってそうするとあの「所得控除受けれます」って「いや私も年金生活だから控除いらないし」みたいに言われると。で額見たらさ50万ぐらい振り込んでる人がいるわけんどんなんって。うんだから京都ってやっぱりねすご不思議な街であるって。 やっぱすごいなと思うねいろいろあの京都ってこう歴史的に日本で初めてとか学校もそうですけども自然、うん、もとか、うん、いろいろありますねやっぱりそういう何かを。うん やろうとしたときに、<の>誰かがやるってしたときに、それがその変でなかったら、あ、じゃあ、自分も手伝える分だけ手伝おう。って思っても、応援したり、何かの形で、うんえー、一緒にするという、そこがある。んですねそれが文化だとするとだよ。はい、京都って文化都市って、ね、なんか。屋根瓦乗せて文化都市じゃないんだけど。はい、それがもし、本当に文化だとするんだったら、京都って、やっぱ文化都市だなと思ってしまうね。あ<ー>他の、他とは違う。 ううあ,まあ他とは違うというと他がどうかということになるので、うん、な,るなかなかい,ういい街だと誇れるというところで京都ならではっていうことはないですがあのこうやって広がるっぱいですねでしょ京都人はあんまり褒められることないじゃないですか京都人ってなんか何てか,かいやもうお茶漬け食べはりますって言って何やんててい早かえ。<laughs> そうじゃない,ゃないということでなこ,これはいいと思ったらやっぱり応援してくれる協力してくれる一緒に行動してくれるという京都は,は、えー、いいとこ,ですよどこやなというお話でした。<laughs> はいはい、このの後は子宮頸がんワクチンの話を聞きます、はい、さあ 今日はこの広がることはいいぞというそんなお話なんですが、はい、あのこの子宮頸がんワクチン、はい、これが。

ホワイトのティールってすみません何ですか今さ今更ですが青いっていう意味なんですか青いねあそうですか薄緑っぽい青いねはいそのあのバッチはなどういう意味なんでしょうかあのねはい去年ねはい W H O がね子宮がんをもう世の中から抹殺しようと子宮頚癌なくそうっていう話を去年去年テドロさんが出したの えー、このコロナのえらい大変な時にテドロスさんもうなんか知り合いみたいですけどあの、はい、地球経済をなくすようなね、えー、もうちょっとなんかしようとでテドロスさんが言い出したんですか、うん、ピンク W H O が言い出したの、はい、でピンクリボンをやってねああやって乳がんをみんなが世界中で乳がんをこの なくしていこう,っていう運動をしてて乳がん減ってきてるから、はい、子宮がんもなくしましょうっていうのをやろうやって話で、話で、はい、コロナで大変な時に言い出したんで、えー、ちゃんと仕事されてますね知っ <laughs> てるね、はい、で,で協力してくれとで各国にいっぱいんかモニュメントをそのティーラ・ンド・ホワイトに染めて夜空にバーンとこう子宮がんをなくすぞっていう運動をしましょうってやったけどみんなコロナで全然できなかったでしょ 東京に話がいって「東京タワーどうかなりませんか?」とか「東京ツリーをねどうかしてほしい」って話して結局どこもダメでスカイツリーはね「京都どうでしょうか?」って振られたんで東京は無理だったんですかそんな急に言われてもできへんって「京都どうですか?」って言うから「京都タワーどうかならへんかな?」みたいに京都市と京都タワーともうね あっちこっちいろんなところにこう交渉して、はい、まあどうにかなったんですよじゃあ二条城もできるし京都タワーもできることになって去年それをやったらね WHO で1回目だったんでできたのはね京都タワーとリオの,あのマリア像とあ<ー>、うん、でねシドニーのオペラハウス。 オペラ座じゃないですね。オペラハウス。で、成り上がるの滝ぐらいかな。四つぐらいだったんです。すごい。ダブルエのあれ、ホームページ、バンド出てますよ。そのうちの一つが京都タワー。だったんですか。あの、そのライトアップ、去年、私、あの。あ、見てくれた。現場に行かせていただきました。あれがね、去年。あれが。みんな行くのは。そう、そう、そう。すごい、世界中で、だから、四つしかないうちの一つだった。素晴らしいです。で、今年も、それをやろうという話になって。もう、そうなると、京、京都、やっぱり。 去年もやったからやってくださいになってるんだけど今年はね大阪城も加わったし熊本も加わったしあのあちこちにこう広がりだしたよねで京都の中でもだいぶその例えば京都芸術大学もやりますと京都ノートルダーも,、ね、もやりますとか西牧もやりますとか二条城もやるし京タワーもやるしってのはどんどんどん,どんこう広がっていってるんだよね。 あのフェイスブックとかいろんなものを拝見してますと、うん、ここも大阪城もそうなのかとかそれから大学生が協力したりとか広、うん、がってるなぁと、うん、で運動もそうやって広がってる同時に、はい、今回ね、ね厚生省もねいやもう来年の4月から、まあ、やっぱ積極的干渉をすると。 ワクチンしようって話になったよね積極的干渉というのはこれはどういうことをもともと子宮頸がんのワクチンってすごく有効だからこれをやりましょうっていうのは10年ぐらい前に言って日本でも一気にわーっと全員がもうやりましょうってなったんだよ。ありましたね、うん、8年前くらいに。9年前ですかねあ9年前 2008, 2008年かな<あ>。そうするとね、はい、それで副作用が出たっていう。 まあ副反応あのちょっと痙攣したとか体がなんかいた痛いとか裁判も起こされたりしたんで,、はい、でもし本当にこれが副反応によるもんだったら大変だからって,ってそのやめたって積極的にはもうやめましたとうう自分でやりたい人はやってくださいと、はあ、でも厚生省がもう積極的に皆さんやりましょうっていうのはやめました っっっていう話になっちゃった、ね、積極的にやりましょうというのが「積極的干渉」というなものなんですね。なるべく受けましょうだったわけね。はい、でやめてしまったと、はい、で続けてくる国はずっとあるんですよねニュージーランドオーストラリアとかヨーロッパとかアフリカとかずっとみんな続けてるのもう当たり前にある年代になったらもう 10, 10代になったらね、はい、やりましょうと、うん、でそうすると何が起こったかと,とこの10年の間にやってる国の子宮頸がんってもう一気に減ってきたんよ。あ そうですか、うん、もうその効力っていうか如実に表れて、うん、そうそうね数字で12分の1もう8%ぐらいしかないと、えー、あと10年20年したら子宮がんってもうなくなるんだろう撲滅できるとなってきたんで WHO はもうだからテドロスさんやろうみたいになってわけね、えー、撲滅しようとでも日本だけ止まってたんで日本だけずっと増えてるんだよね あうん、そうすると本当にそのワクチンをするしないで、うんうん、それだけのエビデンスがね<の>10年の間にこんなに違ってしまったと、はい、日本はやっぱり乗り遅れたっていう批判があっちこっちから出るわけだ。はい、WHO も言うし日本はなんでしないだって言うし、うんあのね、産婦人科学会も小児科学会も言うしなんでしないんだっていう。 反応のことがあったんで、厚生省も及び落ちだったし、マスコミもなんかなんとなくこう強く言えないところがあったんで、はい、ダラ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 と引っ張ったけど、さすがにもう来らあかんなっていう話やね。あのーうん、この、えー、再開の動きが出たというのはどういうところからそうなったんですか。うエビデンスがこう重なってきたということと、はい、もう一つは。 みんなワクチンを受けたコロナのワクチンねワクチン嫌だと言う人たちもワクチン受けて、はい、ワクチンにはやっぱりある程度副反応があるんだっていうこともよく分かったでも受けたらやっぱ聞くっていうこともよく分かっただから自分で判断して、うん、あこれはもうワクチンには作用と副反応あるけど聞くんだったら受けた方がいいっていう判断ができるようになってきたよね。はいう やっぱりそうやって経験して、あの実際にそれをあの自分が見て体験して知る、そしてやっぱりあの再開しようという動きになると。なったってことだね。はい。だからもう厚生省もあじゃあじゃあやりましょうと。はい。で来年四月からまたみんな始まりますよね。あそうです。そうすると十年すると多分失調傾がだいぶ減ってくる劇的にそうですか。やっぱりあの科学的に物を見るっていうか、大事やね。やっぱりそれはいろんな ことに必要ですね、うんはい、そして畑山さんがいろいろされたのは必要と思うことを広げるとかそんなんじゃなくってこれはいるなと思うことをやるんだるということを今日は <laughs> <laughs> 伺いました、うん、ありがとうございました。